エリダヌスザイプシロン星は、エリダヌスザにある4等級の恒星である。太陽と比べて質量は0.83倍、半径は0.735倍である。流座倍型変更星であるが、変更範囲が極わずかなため眼視観測では、変更を確認できない。地球に近い恒星の一つで、わずか1 0 5光年しか離れていない。エリダヌスザイプシロン星のスペクトルは、 非常に変化に富んでおり、多くの気線を持つ。また強い磁場を持ち、自転周期は11.2日である。これらの特徴は、この星が7億から8億歳程度と非常に若いためだと考えられている。そのため、地球のような惑星を持っているとしても知的、生命体はまだ存在していないだろうと考えられる。また、鉄などの重い元素は少ない。 少なくとも一個の太陽系外惑星を持つことが確認されている。太陽に比較的似ているため、かつては知的生命体がいるかもしれないと考えられ、オズマ計画のターゲットにもなったが、文明の存在を示唆する証拠は得られなかった。このような特徴から SF 作品、特にスペースオペラで頻繁に扱われる。2015年国際天文学連合が、 エリダヌスザイプシロン星及びイプシロン星 B の固有名を募集し、アメリカのワシントン州にあるマウンテンサイド中学校からの提案を受け、イプシロン星にラン、イプシロン星 B にアイゲアという固有名が付けられた。それぞれ北欧神話の海の神であるラーン、エイギルに由来する。太陽系とエリダヌスザイプシロン星系の比較エリダヌスザイプシロン星には1個の惑星が、 確認されており、もう一個の仮説上の惑星の存在が提唱されている。この他にゴミ円盤の存在が確認されている。1988年、エリダヌスザイプシロン星の周囲にゴミからなる円盤が観測された。この円盤は内径 35AU、外径 75AU であり、太陽系でいうとエッジワースカイパーベルトの位置に相当する。ゴミ円盤の中には、 複数の塊が観測され、それらは惑星によるものではないかと考えられた。このゴミ円盤については二つのモデルが考えられていた。一つは、ゴミやガスなどが、我々の太陽系のメインベルトと天皇星軌道に相当する位置に集中して、体上のベルトを構成しており、ベルトとそれに隣接する惑星との間に密接な関係があるとするモデルである。そしてもう一つは、 カイパーベルトのような外側のゴミ円盤に由来するゴミやガスなどが主星に向けて後半に広がっておりゴミ円盤と惑星との間に密接な関係がないとするモデルである2008年10月スピッツァー宇宙望遠鏡による観測結果から内外二つの小惑星体があるとする説が発表された内側の小惑星体は太陽系と ほぼ同じく主星から 3AU 離れた位置にあり、外側の小惑星帯は太陽系では天皇星軌道付近にあたる 20AU の位置にあるとされた。2017年4月、アリゾナ大学の研究グループは NASA の成層圏赤外線点問題による観測から内外2つの小惑星帯が存在するというモデルを支持する結果が得られたと発表した。 エリダヌスザイプシロン星系の想像図まだ存在が確定していないエリダヌスザイプシロン星 C の想像図2000年には視線速度の変化により恒星から 3.39au 離れた位置に惑星エリダヌスザイプシロン星 B が発見されたエリダヌスザイプシロン星 B は木星の1.55倍の質量を持つ巨大ガス惑星で半径は木星より大きいと推測されている 軌道離心率0.702という極端に歪んだ軌道をほぼ7年で好転するエキセントリックプラネットでもあるとされている2006年にはハップル宇宙望遠鏡によるアストロメトリーでの観測にも成功したゴミ円盤の形状から軌道長半径約 40au で公転周期が約290年質量が木星の10%程度の惑星が存在するかも 知れないという仮説が立てられているが、2017年5月現在、それを裏付ける観測結果は得られていない。恒星に近い位置にはゴミ円盤が観測されていないため、現在の太陽系の形成と進化のモデルに照らし合わせると地球型惑星が存在する可能性がある。およそ0.53 a u の軌道に地球に似た惑星があれば、居住に適しているだろうと考えられる。 詳細は地球以外の実在天体を扱った事物を参照。ありがとうございます。